今週の将軍ニュースのお時間にだ。まず最初のニュースは、マスクで鼻を出していた男が失格になったにだ。今月の16、17日に開催された大学入学共通テストにおいて、何度もね、こう注意をされたのに、こうマスクからこうね、鼻をずっと出してた男が失格処分にね、なったにだね。これを聞いた時にね、まあ最初はちょっとね、まあ鼻がちょっと出てるだけだしなーっていうのも、呼吸がさしづらいとかなんかいろいろね、まあもしかしたら理由があるのかもしれないなと思ったので、でね、大学の入学テストなんて、ね、人生においてはね、すごく大事なことだから、ちょっとかわいそうかなっていうのもね、思ったんだけど、これね、なんと49歳のね、男性だったということでね、いやー、ね、若者が受けてんのかと思ったら、いや、49のおっさんがね、大学入学共通テストをね、受けて、まあ、それ受けることはいいけれども。で、鼻をこうね、出して、これ何なんだろうね。わざと失格になりに行ったのかななんてね、ちょっと思っちゃったりもね、して、このかわいそうだなと思った気持ちちょっと返してくれよ、なんてね、ちょっと思った、ニュースですね。続きまして、今月のね、18日に、俺の嫁にだよ。マイメロちゃんの誕生日だったにだ、万歳ということで、我が家もね、お祝いをしたにだ。ハッピーバースデーメイドちゃん、ハッピーバースデーメイドちゃん、ハッピーバースデーディアメイドちゃん、ハッピーバースデーマンセー、メイドちゃんお誕生日おめでとう、マンセー。ということでね、そうにだよ、メイドちゃんのね、お祝いをね、我が家でもさせていただいたにだよ。ちょっとね、アキエがね、メロちゃんのね、ケーキをね、狙ってたにだね。ああ、危なかったにだね。めちゃくちゃ狙ってたにだよ。まあ、アキエもね、2月が、まあ、誕生日にだでね、ちゃんとね、アキエちゃんのね、誕生日もお祝いしてあげようとね、いうふうに思うにだ。メロちゃん、お誕生日おめでとう。今年もね、1年間よろしくお願いしますにだ。そして最後のニュースは、ゆゆうた、AV 出演疑惑ということでね、これもかなりね、話題になってたにだね。まあ、本人もね、実際動画上げたりとかして、なんかその話題の AV がね、こうめちゃくちゃ売れたりとか、それに出演してる女優さんとかね、あの男優さんのなんかフォロワーがバーって増えたりとかね。うん、で、実際ユータがね、こう上げた動画もかなり再生がね、伸びたみたいでね。まあ、将軍もね、その、なんか似てるシーンっていうのをね、ちょっと見たんだけれども、私は似てるね。お、ユータかと思っちゃったね。おー、すごい似てるんだよね。うん、まあ本人はね、AV は、まあ出てないということ、まあまあ出ないか。まあ今後はわかんないけれどもね。まあ AV といえばね、将軍も結構その AV 女優さんとか AV 男優さんのね、知り合いは結構多くて、まあ監督のね、知り合いもいたりとかするから、一番最初にね、将軍のとこに来た話がね、AV 出演のね、話来たんだね。おー、これ実際にあったんだよ、オファーで。ちょっとね、AV のお仕事はね、今のところはちょっとお断りね、させていただいてるんだけれども。はい、ということでね、今週のね、将軍ニュースでした。将軍ニュース、マーフィー！